本願寺札幌別院は、札幌市中央区北三条西十九丁目にある、浄土新州本願寺派の寺院。同派の別院。本願寺を本山と仰ぐ。住職は、浄土新州本願寺派門主であるが、実際の業務は、林番が務める。北海道教区の教計センターとして、建物内に、北海道教区教務所などを置く。すすきのにある新州親派の札幌別院は、 正式名称を新州大谷派札幌別院と言い,い、区別される。本願寺札幌別院は、安政年間石狩国札幌郡に設置された、西本願寺札幌出張所を起源とする。当初、寺本は現在のすすきのに置かれており、すすきの別院とも呼ばれ、親しまれていた。北海道の海峡拠点としては、東本願寺現所が札幌に宣弁をつけたため、 西本願寺は明治初期には函館別院を中心に活動していたが札幌に北海道庁が置かれた頃より拠点としての役割を本格化させた昭和37年現在地である旧正札幌第二中学校跡地に移転当時としては画期的な鉄筋コンクリート作りの道具を混流した昭和39年北川隣接地に 札幌女子高等学校を開設した。札幌別院の総代には、北海道土研業界のオスと言われた、千崎宇三郎などが名を連ねている。2001年、札幌別院の納骨堂に100体を超す、戦時下の朝鮮人、中国人労務者の遺骨が収められていることが判明した。遺骨の多くは、別院総代の千崎組が預けたもので、タコベア労働。 強制連行との関連性が疑われている。現在のところ遺族への返還などの具体的な動きは報告されていない。ありがとうございます。